秋うくまちでオフコースライブインコンサートは1974年12月20日に発売されたオフコース通算1作目のライブアルバム。会場の中野サンプラザ本作は1974年10月26日中野サンプラザで行われたリサイタル秋うくまちでを収録したライブアルバム。5月のセカンドコンサートを終えた後 サブミュージックを支えるために不本意な仕事を余儀なくされる彼らを早く次の段階へ進めたかったマネージャー上野博士はここまで来たらサンプラザしかないと思ったという上野はここまで来たらもうサンプラザしかないやろう青年館に来た800人が一人ずつ友達を連れてくれば1600人になるんだしごく単純に 俺はやるべきだと思った。ところが二人に話したら嫌だって言う。そんなに人が来ない、言うてな。説得したら、じゃあやるけど、その代わりお前必ず人を入れろ。それとバックミュージシャンは二枚目の LP 作った時のメンバーをそのまま揃えて、弦も入れるっていうわけだ。俺も言い出した手前、了解しないわけにはいかなくなって約束したけど、経費はかかるし、金はないし、 どうしよう思ったわという。上野は東芝 EMI に話を持ちかけ、この日のコンサートをライブレコーディングすることで総経費を負担させる。ミュージカルステーションの力を借りて会場を抑え、企画は具現化していった。各方面のスタッフとも打ち合わせを重ね、曲順や構成を決めるのに初めて人の意見を交えた。9月15日にチケットが発売され、 初めてポスターが作られ、駅や街に貼られた。音楽関係者宛てに招待状が送られた。その結果、チケットは1542枚売れ、雑誌やラジオ番組の招待客を加えて、当日はサンプラザに大勢の人が集まった。このコンサートを作るには大勢の力を必要とした。その結果、舞台は空間を活かすように飾られ、 17人のミュージシャンが演奏を助け、小田、鈴木の挙動を支持する台本も用意された。それら全ては今までのコンサートとは違う中野サンプラザでのコンサートにふさわしいように作られた。当日は彼ら自身のオリジナルのほか、カバー曲も多数披露された。A-1 ワッツ・ゴーイング・オー・はソウル・ミュージック・マニアならではの選曲と思われる鈴木がリード・ボーカルを取り、 a には当時のコンサートで必ず演奏された外国曲メドレー。A-3 から5はオリジナル曲以外で構成された前半のステージで披露された赤い鳥、泉谷茂、吉田拓郎、小倉慶、斎藤哲夫、井上陽水のカバー。曲の紹介には各ミュージシャンの印象などからアマチュア時代の話、LMC 出場での赤い鳥との出会いなどが 織り混ぜられた。前半の最後は、鈴木、小田が交代で、秋行くまで、をテーマに作った曲が披露され、鈴木の A-6、青春は、歌詞が一部書き換えられ、後にアルバム、ソングイズラブに収録された。小田の A-7、秋行くまででは、演奏前に、新しい曲を歌うんですが、新しいも新しい、ほやほやです。昨日の夜、まだができてなくて、 メロディーと編曲はできてたんですが、ラララで歌うわけにもいかないし、お風呂に紙と鉛筆を持って入りましてね、詩ができるまで出るのをやめようと決心して、そうして作った曲です。その割には、いい詩が書けましたと話していた。小田の今までに何回もやっていけない、もうやめようと思ったことがありました。そういう時にできた曲。 水曜日の午後を聴いてくださいという言葉に続いて、後半のステージ最初に演奏された B-1、水曜日の午後はオリジナルアルバムでの小田と鈴木のデュエットに対し、ここでは鈴木がメインボーカルで、小田はコーラスを担当している。後半はオリジナルアルバム未収録の B-4、白い帽子と B-6、キリストは来ないだろうを含む、 オリジナル曲を中心に全部で15曲。小さいステージで演奏し慣れた曲が、レコードと同じアレンジでの初めてのライブだった。バックミュージシャンとの練習が何日も重ねられたわけではなく、演奏のミスも何箇所かあった。小田は、また、この歌にたどり着いてしまったんですけれども、と、それだけ言うと、次の言葉が出てこなかった。その時、一人の観客が、 客席からステージに歩み寄り、舞台に花束を置き、オフコース万歳、と大声で言った。緊張の中でのこの一言が大きな拍手を沸かせた。小田は挨拶を続けようとしたが、横浜でコンサートをした時から随分長い足跡だったんですけれども、本当にこんな大きなところで、と、ここまで言うのがやっとだった。鈴木が後を継ぎ、こんな大きなところで、 たくさんの人の前で歌えて本当に嬉しいです。それでは、いつもの、でも、もう花はいらないを聞いてくださいという言葉に続いて、B-7、でも、もう花はいらないが演奏され、クレジットはないが、What's Going ON がメンバー紹介のためのリプライズとして続けて演奏されている。アンコールで演奏された、B、B-8、僕の贈り物では1番2番と歌うところを、1番で、 織田が途中で間違えて2番の歌詞を歌ってしまい、客席から笑いが起こった。この日のコンサートについて、鈴木は感激だった。私には泣けなかったのだが最後に織田と握手した時は、本当にこいつと一緒にやってきてよかったと思った。このリサイタルは我々の今日までやってきたことの総集、総まとめであったと思っている。つまり僕たちの音楽の 第一期の終了ぐらいの意味合いを考えている。もっと音楽に幅を持ちたい。今までのものだと新鮮さに欠けるような気がして歯がゆい。新鮮さというのはおそらくオフコースらしさをもっと出すこと。それが他人の持てない個性的なものになり得るんじゃないか。そこでもう一度もっと自分を見つめ直そうなんて考えているとし、小田は構成や練習時間等に関する不満は、 どうしても解消できなかったし、例によって声の調子も最高というわけには行かなかった。でも、とにかく終わった時点では、みんなも喜んでくれたし、本当に心から、さあ、これからだという気持ちになれました。今更、コンサートは素晴らしいものだとか、コンサート活動こそうんうんというような考えはないけれど、曲を一つ作った時と同じような比重で、自分の足跡として、 石となってゆくのだと思うと、それぞれ振り返っていた。このコンサートの直前に発売された、シングル、忘れゆきは、自分たちが望んでリリースした曲ではないとしてこの日、歌われなかった。そのことが後に、武藤俊文へのプロデューサー交代につながった。What's Going a N m e d l a y Your Song Where Is t h e r View, Make Me, Feel Brand New y o Everything, I Want A Last, デイィズアートユーホリデイズアローンアゲーンチケットトゥーライドサムシングオールユーニードイズラブホワットザワールドニーズナウイズラブタケタの子守歌白いツイタチメドレー悩み大きいものよ傘がない青春秋行く街で水曜日の午後僕の贈り物のが砂チャンスを白い帽子別れの情景キリストは来ないだろうでももう花はいらないアンコール僕の贈り物2005年レコードデビュー35周年に合わせ オリジナルアルバム15タイトル紙ジャケットシリーズとして、エキスプレスレーベル在籍中のオリジナル作品が、リーシュー。24ビットデジタルリマスタリング、オリジナル LP 想定を復刻した紙ジャケット仕様にて、リリースされた。2009年には、SHM、CD フォーマット、通常のプラケース仕様で再発された。What's Going ON メドレー。 You are song where is the love you.Make me.Feel brand new you are everything.I want a last.Davies are to o holidays alone again.Ticket to.Ride some t h i n g all you need is love for what the world.Needs now is love.Take t h 子守歌白い1日メドレー。悩み大きいものよ。傘がない青春秋行く街で。水曜日の午後僕の贈り物のが。 砂チャンスを白い帽子別れの情景キリストは来ないだろうでも、もう花はいらないアンコール、僕の贈り物入れずを配信。ありがとうございます。